新女神転生5日めくり悪魔動画、今回は妖獣をお届けする。バイコーン。額に2本の螺旋角を持つ馬の姿の邪悪な怪物、名は日本角と三日月型の相違に解釈できるが、正しい起源は判然としない。旧約聖書中の日本角の動物霊夢の語訳とする説もある。次回は堕天使を紹介。お楽しみに。